コンヨロです。ヨロズのことの葉を愛する古典 VTuber ヨロズ周波です。今回は第2の三味という歌人についてお話ししていきます。第2の三味の本名は藤原の剣士。源氏物語の作者で今年の大河ドラマ光る君への主人公である紫式部の娘です。父親は藤原の信孝、紫式部の一回り年上の夫で、紫式部は正妻ではありませんが、夫婦仲は良く、二人の和歌のやりとりも残されています。ですが信孝は剣士が生まれてわずか2年ほどで亡くなってしまいます。夫を亡くした悲しみから紫式部は生きていく気力を失いますが、信孝の忘れがたみである娘を一人残して出家するわけにもいきません。その頃、心の拠り所として書き始めたのが源氏物語だと言われています。剣士が病気にかかった時の和歌が紫式部集にあります。世を常なしなど思う人の幼き人の悩みけるに、唐竹というもの亀に差したる女房の祈りけるを見て、若竹の追いゆく末を祈るかな、この世を牛と厭うものから、生きていても仕方ないと思いながらも娘が健やかに育つことを祈っているのです。母の祈りが通じたのか、剣士は無事に回復しました。剣士が6歳くらいの時、紫式部は中宮彰子のもとに仕え始めます。紫式部は再婚をしていないので、この頃は紫式部の父為時が剣士の面倒を見ていたと言われています。紫式部がかつて住んでいた場所は現在廬山寺というお寺になっていますが、剣士も幼少期をこの場所で過ごしたそうです。中宮彰子に仕えた紫式部によって書かれた紫式部日記、大半は彰子の出産について書かれていますが、途中には消息体で書かれた部分があります。彰子のサロンのことや女房の心得などが書かれており、これは娘のために書かれたものだという説があります。実際に読者を想定して書かれているのかどうか定かではありませんが、剣士は母の後を継いで中宮彰子の女房として出仕します。母親譲りの文才を生かして優れた歌人として活躍しました。紫式部とは違い、明るく自由な性格で多くの男性と恋をしたそうです。性格は信孝に似たのかもしれません。やがて藤原道長の兄である道兼の子兼高と結婚し、一条天皇と彰子の孫親仁親王、後の御霊勢天皇の乳母となりました。当時の乳母は養育も担っていたらしく、彰子のサロンの中から優秀な女房として剣士が選ばれたと考えられています。これが剣士の出世の第一歩でした。夫の兼高とは数年で離婚、剣士が30代半ばの時に高階の斉彬と再婚します。そして御霊勢天皇が即位すると、天皇に仕える従三位天子に昇格します。この頃は東三位と呼ばれていたようです。夫の斉彬が太宰府の次官に任命されて第二の三位と呼ばれるようになりました。単身赴任だったようですが、第二の三味は夫のために京都から九州へ会いに行ったという逸話があります。当時の交通手段を考えるとすごいことですね。紫式部が書いた源氏物語ですが、実は最後の宇治十条は作者が別であるという説があります。紫式部の後を継いで源氏物語の続きを書いたのではないかと言われているのが娘である第二の三味です。母親の文才を受け継いでいたのなら可能性はありそうですよね。ただ実際のところはよくわかっていません。第二の三味の和歌は御周囲和歌集や新直線和歌集などに多く収録されています。なんと80歳頃まで現役で代理での歌合わせに和歌を出していたようです。亡くなった年は定かではありませんが、彼女は80代まで生きたそうです。最後に第二の三味の和歌をご紹介しますね。こちらは百人一首に収められている和歌、有馬山伊那の笹原風吹けば、いでそよ人を忘れや忘る。この歌にはしばらく会いに来なかった男が心変わりされていないか不安ですと言ってきたので読んだという言葉書きが付けられています。有馬山伊那の笹原は風が吹くとそよと音を立てる、そうです、私があなたを忘れるはずがありませんという意味です。多くの恋を経験してきた第二の三味らしい返しのような気がしますね。もう一つ、藤原の金刀の息子定頼との和歌のやり取りをご紹介します。
こちらは新古今和歌集に収録されている和歌です。梅の花に添えて第二の三味に使わしける。見ぬ人によそえて満つる梅の花。散りなんのちの慰めぞなき。返し、春ごとに心をしむる花の絵に、たがなおざりの袖凍れつる。定頼から第二の三味に梅の花に添えて和歌を送ります。最近会えていないあなたの代わりに見ていた梅の花がもし散ってしまったら、慰めになるものもありません。この和歌に対し第二の三味は、春が来るごとに私が深く思う梅の花の枝に、誰かがいい加減に袖を触れさせて香りを移されたのでしょう、という和歌を読みました。この二人はもともと恋人同士だったと言われています。定頼も父親譲りの和歌の才能で活躍した歌人で、いろんな女性と付き合っていたエピソードが残されています。第二の三味と少し境遇が似ていますね。定頼といえば、古式部のない氏が大江山の和歌を読んだ相手でもあります。古式部のない氏は中宮彰子に仕えた泉式部の娘。泉式部は紫式部の同僚です。金刀、紫式部、泉式部は同じ時代を生きた有名な歌人ですが、その娘や息子たちも優れた歌人として交流していたんです。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。